皆さんこんにちは。腕のいい大工に憧れる主婦うさぎ大工です。このチャンネルでは、DIY の楽しさを動画で伝えていきます。今日はね、小3のさっちゃんが頑張って編集してくれた動画をお送りしたいと思います。みんなのね、大子さんとかあのママ友のお顔が映ってはちょっといけないなと思って、小3のさっちゃんにあのモザイクをねお顔にモザイクをかけてもらいました。はい、小3のさっちゃんすごく頑張って、やってくれたので、あの見てください。で、今日の内容はですね、私の、実家ですね、お父さんのお家で、あのいろいろ作業をしてたんですよね。何をしてたっけな、あのフェンスフェンスの作業を、していただいてて、あとはあのお庭にすごい草がいっぱい生えてて、であの木のね、切り株もあったので、それを取ってもらう、こともねやってました。で、私のママ友にはあの人工芝をね引いてもらってたんです。毎年毎年ね、土になっている部分がすっごい草が生えるので、あ、動画始まりましたね。はい、これからですね、これが大工のおじいさんの作業風景になります。すっごい大きなね、切り株を掘り出して抜いてくださいました。で、この切り株をね、抜いたはいいけども、またこれをあの切らないとね、ゴミで出せないんですよね、あんまり大きいと。だから、丸のこを使って、これ丸のこと言いますね。で、あの細かくねしてくださっています。本当にこう普通にね、あの切り株を掘り出して、で、まあ、平らにしてね、で、そこにあれ、マルチっていうのかな、あの防草シートを敷いて、で、釘で留めて、で、その上に、人工芝を引くんですけども、はい、結構大変な骨の折れる作業ですね。で、こちらはもう一人の大工さんが作業をしてくださってます。あ、このモザイクですこのモザイクが私の娘が頑張って、つけてくれました。ヘトヘトになっておりました。はい、で、あのここにね、バケツにいろいろ、あ、これがあれですね、電動ドライバーですね。電動ドライバーをこう指さしてますね、使ってこういうフェンスをね、取り付けたり外したりとかいう作業をしていただいておりました。これ外して、あ、取り付けてたのかな。で、こう狭いとこだから、これブロックが後ろにあってね、結構こう大変な作業だったようなんですよね。それを私がちょっと思い立ってこうして撮影させてもらっています。で、こう何気なくね、今までこう歩い散歩とかでね、お外歩いてて、こういうフェンスってまあよくあるじゃないですか。で、まあそのなんともなんとも思ってなかったんですけど、今まで、あ、フェンスだなぐらいしか思ってなかったんですけども、結構これ取り付けるだけでもあのね、手間のかかる作業なんだなと思って、こうしてね、で、私もこれ取り付ける作業をね、しっかり見させてもらったのってこの時が初めてだったんですけども、何この部品みたいな。で、ほんで、なんかこの挟んでるのがあって、ほんで何つけんの何つけんのみたいな感じで、ちょっとなんかあのちんぷんかんぷんみたいな、あの腕のいい主婦に憧れる、あ、じゃ、腕のいい大工に憧れる主婦なので、私はあの本当に知識もね、技術も今は全然ないんですけども、こうしてね、大工さんが、あのベテランの方が、してくださるのを見て、で、今あの勉強中なんですね。だから、そのこう一つね、こうあとね、ボルトとワッシャーと、あと上に入ってんの何やったかな、なんかで止めるなんかでボルトとワッシャーってなんかの丸いさ、
丸いなんか平らなあの輪っかのやつなんですけど、でそのね上にねなんかまたコロコロってやるやつがあって、あれなんて名前だったっけな、ちょっと思い出したらまたコメント欄に書きたいと思います。まあ、こんな感じなんですけどね。でも本当ね、なんかやってるとこ見るのもすごく楽しいし、わーってね、なんかこう日常こう何気なーく、さっきも言ったんですけど、何気なーくこうね、風景としてある建物とか、そうフェンスとか、なんか目に見えるものがね、人の手でこうして一つ一つすごいね努力をして手間をかけてね、できてるんだなっていうのが、こういう DIY をやってて感じていることなんですね、私が。だから何を思ってるかって言ったら、いやもう本当感謝だなっていうか、いやちょっと今泣きそう、どうしよう、なんかアスファルトね、私たちが毎日歩いてる道路で歩いてるアスファルト一つとってもね、こうフェンス一つにとってもね、とってもねなんか一つ一つ人の手で作られていて、まあこう取り付ける作業ももちろんこうしてね、あこうしてしてって一生懸命考えてやるんですけども、そうまた作る人もねいるわけで、原材料を取ってくる人もいるわけですね。もうそう思ったらね、もうたくさんの人のおかげで私は散歩ができるし、いろいろこうフェンスで守られてるわけですね。こう開けっぴろげだと、まあね、泥棒さんも入ってきやすいでしょうしね、ちゃんとこうお家に守られているわけですよ。そう思うとね、もう本当にねありがとうってね、そういう言葉しかないですね。このね部品ね、なんていう忘れたがな、ちょっと思い出そう、いつ思い出せると思うんだけどな。はい、でこういうフェンスですね、フェンスの移設作業をねしてもらったんですよ。もうちょっと手前にあったのが、なんかその境界線がねちょっと違うねみたいに、違うよねみたいな風になってたので、ちょっと、30センチぐらいかな、ずらす作業を、ずっとね春してもらっていたわけなんですね。うお、回った回ったね。はい、これ草ぼうぼうですね、草ぼうぼう、こういうお庭ですね、草ぼうぼうのとこを草抜いて、これです、黒いシートね、これ防草シートです。防草シートを引いて、その上に人工芝をこう引いたっていうね、今映像が出てますけども、そうなんですよね。これこうがさっきも一人の大工さんが一生懸命ね、切り株がここにあったんですよ。切り株を掘り出して丸ノコでね切ったりとかしてくれて、このあと整地作業をねしてくださって、で私が防草シートを引きました。でもおかげでこの時春だったんですけども、スコップでやってくださってますね。春だったんですけども、おかげさまで草が生える時期に、ここはほとんどね端っこの方はちょっとやっぱ生えてしまったんですけども、楽に過ごすことができました。毎年ここね大変でした。はい、でまた私はタタタタって撮影に仕事しろって感じなんですけど、私は今日は撮影するって言ってね、撮影に頑張っていたようですね。でこの部品をこっと入れてね、で上から、そうこうやって上からこう挟む部品があるんですね。挟む部品があって、でボルトだよね、これボルトをゴゴゴと入れて、でも細いから入れにくいのね。で奥、手前から奥に入れてしまうと、その最後の部品がね、あこれワッシャーね、ワッシャー、この最後の部品がなんか電動ドライバーでキュッて締めれないじゃないですか、後ろ側からだと、だから外側からボルトを入れたっていうことらしいんですよね。そんなこともね全然知らなかったよってね、一つ一つねな簡単にやってるように見えて、いろいろあるんやなーってね感心している図ですねはい、あね、大子さんのこのお手手はね、70何年でしょうか、もう長い間働いてこられた
ナウシカじゃないですけども、よく働いてきたいい手じゃみたいなあ、ちょっとごめんなさい、ふざけてました、すいません。でいいお手手なんですよ、本当にね。うちのためによく働いてくださって、あ、これです、これ電動ドライバーで、電動ドライバーって穴開けたりビス止めたりねするネジ、うん、だけど、これなんかこういうのも止めれるんですね。知らなかったよ、知らないことばっかだよ、うん。でなんかこういう部品も、どこで使うんやろうな、なんかあるわけですね。もうほんとこの時ちんぷんかんぷんだったんですけども、うん、何ヶ月か経ってね、ここから私もちょっとね、このフェンスのお手伝いがね、実はできるように、なったんですよね。こうやって見させてもらうだけでもね、いやー、ほんとありがたいなーと思って毎日過ごしております。うん。で私が前回の動画で2021年の9月から一人で DIY をね、借家で始めて、で一人ではちょっとおぼつかなかったんで、大子さんとかママ友に来てもらって、毎日のようにね DIY やってますって言ってたんですけれども、うん。で最近ね、だから子供ができて、会社勤め前してたんですけれども、子供ができて、結婚して子供できてってなったら、毎日誰かに会って働くっていうことはね、そういうのはなかったんですよね。だから久しぶりにね、こうして毎日人に会って大好きなねお仕事がさせてもらえるっていうのはね、すごい幸せだなーって思ってます。うん。でその1個目の動画で、映ってたお家ね、あれが誰のせいでもないんですけども、猫ちゃんがね、結構ふすまとかを描いちゃって、で入居者さんもいろんなね大変な事情があって、直した状態でお返しできないんだみたいな、ごめんねみたいな感じになって、でもどうしようかなって、コロナのね影響なんですけども、ちょっとこう多分ねコロナの影響だと思うんですけども、そういう事情があってね、入居者さんがお引越しされて、でちょっと修繕できないままだし、ちょっとお金もねいただけないっていうことだったんですよね。それでうわーどうしようかなみたいな、もういろんな方がね、不動産屋さんとかも頑張ってくださったんですけど、どうしてもちょっとこう払うのは無理みたいな風になって、そういうのって、もうなんかネガティブな体験だったら、言ってみればね、わあこんなこと起こったみたいなね。でもなんか私は、そういうのもすごいいっぱい今まで経験してきたんですけれども、もっと苦労してきた方もねいっぱいいて、私なんてもうなんか浅い苦労かもしれませんけども、苦労をしてき、たことがね、マイナスがプラスに転じるなみたいな体験なんですよね、これがね。あ、これ人工芝引いてくださってます、話変わって、ママ友がね人工芝引いてくださってます。はい。でこれ溝掃除を私がやってる動画ですね。溝掃除なんてまともにしたことなかったんですけども、ご年配の大子さんにね、ここは掃除せなあかんねんでって教えてもらって、やりました。で、これはね、フェンスですね、さっきのフェンスの下に草が入るので、セメントを入れてもらった図ですね。こうしてなんていうの、左官道具ね、なんていうんだっけ、また名前忘れちゃった、左官道具のコテ、コテや、コテコテ、コテでねやってくださってます。はい。で、次はね、おやつタイムのところを撮ってますねはい、これおやつタイムですね。大工仕事は DIY はね結構疲れるので、プチパンメープルをめっちゃ撮ってますね。これめっちゃうまかったっていう記録ですね。でこれ溝掃除ね頑張ってますね。こんなに土が折れたよ、ゴミもいっぱいあったよっていうところを撮ってますね。で
ここがだいたい綺麗になってきてほっとしたと思いきや、はい、もう一つのマスをこれ今開けようとしてくださってて、ここはどうかなって、さっき掃除したとこの近くのマスなんですけども、こうバールっていうのでね、大きいバールで開けるとじゃんじゃじゃーんずっと掃除していないとこんなことになるわけなんですね。うん、これじゃあね、あの雨水もね流れていかないですよね。全然誰も掃除をしてなくって、私も掃除をね、なんかここしないといけないとかも全然分かってなくって、こんな状態になっておりました。はい、なんかこう網をバンバンってして、ここは掃除せなあかんねんでって、あの教えてもらっています。でこの後ですね、この日とまたその次の日かな、あの2日間かけてこの、あのマスを掃除いたしました。はい、でもこういうとこね掃除するとなんか心もすっきりして、なんかこうね運気も上がるような、気がします。うん、これは私の仕事なのでって言ってね、他の人にはやらせずに頑張ってやりました。はい、それでね、これ人工芝ですね。人工芝、その、 あの三角形の石のところも上手にねママ友が切って、やってくださいました。うん、でこうフェンスがね、うん、取り付け完了しましたっていうとこですね。うん、まあ、ほんとさっきも言いましたけども、フェンス一つ取ってもね、結構ここほんと裏側からだから苦労して取り付けてくださったんですけども、はい、全然あの知らなかったねフェンスのことも少し、知ることができました。はい、で動画ここで終わってるんですけども、私の DIY 生活は毎日じゃないですけど週4日か今も続いていまして、動画ね、ま、あのちょこちょこ撮っていますので、その記録をまたあの皆さんにお見せできたらなと思っています。はい、じゃあ今日はこの辺にしときます。じゃあねバイバーイ。